イバージョンの35億みたいな感じになってないですか。大丈夫ですね。この位置で大丈夫ですか。本宮さんにとって龍が如くの魅力ってどんなところですか。実際その街中でそんな喧嘩できないじゃないですか。それが思いっきりできるっていうところは魅力だと思います。したいみたいな感じに。したいとかじゃなくて、いや、みんなしたいけどできないみたいなの。看板持ってた、そう、看板でぶん殴ったりっていう、あれは気持ちいいんじゃないかなっていう気はします。ありがとうございます。山口さんいかがですか。やっぱり憧れの俳優さんたちが歴代出てて全員ぶっ飛ばせるっていうのは本当魅力的ですよね。はい、なんでそのぶっ飛ばすに重きが置いてあるんですか。すごいですね。怖いなんかシンプルにゲームのキャラクターになれるって興奮しませんか。もちろん今回自分の形のままで顔と声のままでゲームのキャラクターになれるっていう、もちろんそうだけど、ね、出てる他のキャストというか、はい、キャラクターもね、実在の人たちなビジュアルなわけで、うんうん、はい、その人たちをやっぱぶっ飛ばせるっていうのはで、なんかなんでぶっ飛ばす魅力で、でもだから逆に今回ぶっ飛ばされちゃうんだなって思うとちょっとそれ怖いよね。怖い、はい、皆さんに、うん、それはすごい嫌だな。多分後輩たちが喜んでやるんじゃないかな。本当に喜んでやると思う。俺たちがそうだったように。ちなみにぶっ飛ばして一番爽快だった方はどなたかちょっと教えていただけますか。僕は竹内力さんと小沢仁志さんですね。いっぺんに言うじゃないですか。僕は小沢仁志さんですね。僕は竹内力さん。怖い人ばっかり。いや実際できないし、はいはい、ぶっ飛ばしたかったってことではないんですよね。いやぶっ飛ばしたい。架空の世界でできるっていう、うん、合法でというか散々やられたんで、しかも武器を使って、歌舞伎町の道端にある看板でぶん殴るっていう。確かに小沢さんとか力さんをコーンで殴るとかはちょっと逆に失礼に当たるからね、拳じゃないかったみたいなありますから。そっちの方が面白いっていう。自転車とかね、失礼に当たるんじゃないかっていうところがありますから。ゲームでの演じ方の難しさだったりとか、日本統一で描い演じていらっしゃったキャラとは違う、どういった形で龍が如くでのキャラクターを演じていらっしゃったのかというところをお伺いできればと思います。基本的に日本統一で僕と山口が演じているキャラクターが龍が如くでは逆に近いかなっていう印象だったので、日本統一で安風がやってる役っていうのはどっちかっていうと桐生に近い感じで、僕がやってる役っていうのは真島に近い感じなんですけど、それが逆になってるので新鮮でした。それは演じやすいという形ですか。演じるのは難しい。いやもう僕も山口ももういろんな役をやってるので、まあ、最近年取ってきちゃったんでそんなに戦闘機って暴れるシーンが2人とも減ってきてたので、まあでもそこはもう散々やったところなので勘を取り戻すだけの感じだったので、はい、大丈夫でした。向かいまして真正面センターの方に目線をお願いいたします。1問ずつちょっと目線が揺れないので今日はセンターの方にという形でお願いいたしま